南陽市の南陽の菊祭りは16日、熊野大社から中央花公園に舞台を移して工期が始まりました。現代アートを意識した前期と比べ、工期は菊人形など伝統を重視した作品を紹介しています。菊人形は NHK の大河ドラマ、光る君へをテーマにしていて、紫式部など6体が華やかな菊の衣装を身にまとっています。訪れた人は写真撮影をしながら見入っていました。菊作りの名手の技というのを存分に楽しんでいただけるような三本仕立てであったり、さまざまな技法のここに来ないと見れないような菊の仕立てが見れます。そちらを存分に楽しんでいただきたいと思っております。品評会用の菊花はおよそ500点が並んでいますが、まだ咲き始めの状態で、およそ2週間後に見頃を迎えるということです。